ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、中華人民共和国建国の父にして、20世紀最悪の独裁者毛沢東の腹心として信頼された、報徳会という男の辿った悲惨すぎる末路のお話だ。腹心として信頼されてたのに、そんなひどい末路が待ってるってマジなの？ああ、そこには毛沢東が推進した2つの最強しくじり政策、すなわち大躍進政策と文化大革命が関係していたんだ。報徳会はその波に飲み込まれ、最後は全ての窓を新聞紙で覆われた部屋で、8年もの時を過ごすことになるんだよ。そんな報徳会の末路を最後まで見ていってくれ。それでは行くぜ。後に中華人民共和国を建国する毛沢東だが、生まれは1893年湖南省昇丹県。そこそこ裕福な中流家庭で、父親は小学校教師をしていたんだ。つまり生活は豊かとまでは言えないが、衣食には困らないって感じだな。そして、常に大きな事業を成し遂げたいと思っていたらしい。意識高い系だったのね。毛沢東の人物像については別の動画でも解説したから、興味がある人は概要欄からチェックしてみてくれ。わかったわ。一方、報徳会が生まれたのは1898年。同じく湖南省昇丹県の貧しい家庭の生まれだった。貧農の出身で幼くして母親が病死したため生活は困窮し、祖母と共に物乞いで孤高をしのぐ生活をしていたらしい。9歳で故郷を離れると13歳からは炭鉱で働き、15歳で童貞湖のダム建設工事に従事しているぜ。毛沢東とは全く違うわね。17歳で軍隊へ入り、18歳で湖南軍官工部堂に入学。卒業後は軍隊に戻って北伐にも参加したが、蒋介石が上海クーデターを起こすと、国民党軍から追放され1928年には中国共産党に入党。間もなく平行での武装蜂起を指揮して、中国工農工軍第五軍を組織する。部隊は厳しい軍律と勇敢さや団結力で知られ、報徳会は兵士から慕われる理想的な司令官だったと言われているな。なかなか波乱の前半生だけど、ついに共産党に入ったのね。そうだな。その後、青鉱山で籠城していた毛沢東に協力するように党から指示を受け、毛沢東や首徳らと合流。当時、報徳会の党歴はわずか7ヶ月。毛沢東はすでに8年の党歴があったからその差は歴然だぜ。毛沢東の方が全然ベテランだわ。だが、報徳会と毛沢東は広い中国の中では、ほとんど同郷と言って差し支えないほど出身地が近かった。そのため中華人民共和国成立後も、報徳会は毛沢東に対して主席という敬称の代わりに、老毛と呼びかけたり、ノックもしないで部屋に入って寝ている毛沢東を叩き起こすなど、遠慮ない態度で接する唯一の高級幹部で、毛沢東の方も許容する間柄だったんだ。毛沢東を賛美する言葉を言うことも初めから拒否していたようだな。確かに二人とも湖南省昇丹県の生まれだし、親近感が湧くのは当然ね。そんなわけで1928年から1958年まで、二人は30年にわたって親交を深めることになる。とはいえ毛沢東は報徳会の制御しがたい性格に、いつも苦労していたと言われているぞ。後に報徳会は、自分と毛沢東の関係についてこう語っているんだ。自分と毛沢東は同省異夢であり、一見すると仲が良いようだが実際には違う。同省異夢？同省異夢は同じ仲間内でありながら、異なった考えを持つことを意味する言葉だな。それが最終的に決裂を引き起こすことになるのね。おそらく毛沢東も同じように感じていたんだろうけどな。そうでしょうね。さて、当時の報徳会は毛沢東にとってそこまで大きな存在とは言えず、報徳会の方もまるで飼い犬のように毛沢東に従っていたという。だが、1930年6月には報徳会の部隊は皇軍第一方面軍第三軍団に再編され、報徳会自身がその総指揮官に任命されるんだ。軍人として出世していくのね。そして皇軍の主要な指揮官を務め、多くの軍功を立てる。1934年10月からは調整に参加し、この頃には毛沢東の信頼を得て軍功を称える詩歌を送られているぜ。まだまだ平穏な感じがするわ。ところがその後、毛沢東が自ら軍隊を指揮するようになると問題が生じてくる。というのも、皇軍は毛沢東の指揮に非常に不満を抱いていたらしい。あらら、第一軍団の林彪は報徳会に向かって、毛沢東の指揮は心配だ、このままでは崩壊すると言い放ち、報徳会に指揮を任せるよう求める。そして中央軍事委員会に手紙を書き、軍隊の指揮権を報徳会に渡すよう要求したんだ。林彪っていうのも有名な人よね。ああ、毛沢東の側近として長く活動することになる人物だな。さて、毛沢東はこうした林彪の行動の背後に報徳会がいると推測。そして1935年5月、瑞金で開かれた中央政治局拡大会議で、毛沢東は林彪の手紙を取り出して報徳会に警告するんだ。公の場で警告したってなると、対立が決定的になるわね。
だが後に報徳会も声明を出し、林彪は報徳会は手紙と無関係だと証明する。まあ誤解かどうかはともかく、すでに亀裂は生じ始めていたってことだな。そのようね。当時、毛沢東は報徳会の戦残構想に悩まされていたと言われる。これは既成事実を作っておいて、決定権者が承認せざるを得ない状態を作ることという意味だな。ってことは、報徳会は指示に従わずに独断先行しがちだったのね。そういうことだろう。1937年の第二次国境合作によって皇軍は八路軍に改組され、報徳会には国民政府から国民革命軍中将の階級が授与、八路軍副総指揮官に任命される。日本軍は正面攻撃を停止し、兵力を分散させて共産党の根拠地に侵入して、守備力を弱める作戦を取っていたが、報徳会はこの機会を捉えて百団大戦を発動するんだ。百団大戦？百団大戦は日中戦争中の1940年8月から12月にかけて、山西省、河北省周辺で起きた、中華民国国民革命軍に参加中の中国共産党軍と、大日本帝国陸軍との一連の戦いだ。ちなみにこれは中国側の故障だけどな。この戦いは3ヶ月半続き、日本軍に2万600人の犠牲者を出すことになるぜ。かなり大規模な戦いだったみたいね。ところが毛沢東は、報徳会が発動したこの百団大戦にとても不満だったという。というのも報徳会が中央軍事委員会の承認を得る前に、東海上も早く行動を開始していたからなんだ。ある意味、毛沢東の権威に対する挑戦とも取られかねないわよ。まさにそうで、報徳会は独自の権力を持っていて、日本との戦争を利用して毛沢東の権力を弱めようとしていると疑われてしまう。しかも優れた将軍にもかかわらず、報徳会の関心は軍事の範囲をはるかに超えて、政治や経済についてもしばしば意見を述べていたんだ。毛沢東にとって、報徳会はかなり危険な存在になっていたのね。そして1943年10月、毛沢東は報徳会をどうにか排除する方法を考えた結果、彼を戦地に送り込むことで影響力を弱めようと試みたんだ。あわよくば命を落としちゃったりすれば儲けもんって感じかしら。それもあったかもな。さらに1945年2月の軍隊工作座談会で、毛沢東は報徳会を厳しく批判。その場では報徳会は従順な態度を示すが、毛沢東は許さず、後世や劉少奇といった中央幹部も会議に参加して一緒に報徳会を批判したぜ。報徳会は軍隊で軍会制度や兵役制度を推進していたが、これは毛沢東から見れば、報徳会が自分の影響力から脱却しようとしていることでもあったんだ。さすがにヤバい雰囲気が漂ってきたわ。さて、日中戦争末期の1945年6月の第7期一中全会において、報徳会は党中央政治局委員に選出される。さらに同年8月には中央軍事委員会副主席、総参謀長に就任しているぜ。順調すぎるしせね。また、国境内戦時代には西北野戦軍の司令官兼政治委員、中国人民解放軍副総司令を務め、1947年に国民党軍が延安を攻略すると、一時撤退して遊撃戦で個別の敵を撃破する戦略を取り、1948年4月に延安を奪回することに成功。1949年には西北部を攻略し、西北局第一書記、西北軍政委員会主席、西北軍区司令官を兼任する。そしてついに中華人民共和国が成立すると、中央人民政府人民革命軍事委員会副主席となっているぜ。かなり上り詰めてるわ。ああ、1950年6月に勃発した朝鮮戦争は、9月15日には国連軍の人戦上陸作戦により、北朝鮮の軍事的優位性が崩壊。国連軍は北進し10月15日には38度線を突破。ソ連と北朝鮮からの応援要請を受けて政治局拡大会議が開かれる。建国間もなく国力も不十分な状態で参戦できるのかとの声に、報徳会はこう言っているぜ。解放戦争の勝利が数年伸びたつもりでやればよい。もし今参戦しなければ、アメリカに王力港と台湾に張り付かれ、いつでも我が国への侵略を開始するための口実を与えることになる。こうして、中国の朝鮮戦争参戦が決まるんだ。現代から見ればいらんことすなって思うけどね。まあ確かにな。この頃、毛沢東は毛沢東思想が全てを支配すると発言し、1958年5月から7月にかけて開催された、第4回党中央軍事委員会拡大会議では、報徳会は会議の主催者の立場にあったが、実質的には毛沢東が議論をリードし、ブルジョア軍事路線やソ連追随の教条主義批判がなされるんだ。完全なる独裁体制の確立だわ。また、軍の指導体制の改変が行われ、国防部長は3つある、人民解放軍総部の責任者とほぼ同列となり、報徳会は軍令の権限を失うことになるぜ。そろそろ風当たりがきつくなってきたわね。1959年6月、
報徳会は軍事代表団を率いてアルバニアとソ連を訪問し、フルシチョフと会談。毛沢東はこれについて報徳会に説明を求めたが、報徳会は詳しく説明しなかったそうだ。真っ向から反抗しててさすがに心配になるわ。そして1959年7月から8月にかけて、大躍進政策と農村の人民公社化の是非を検討するロザン会議が開催されるが、事件はここで起きたんだ。大躍進政策と人民公社といえば悪名高いやつね。その是非を検討する会議が開かれたわけ？ああ。この会議を前に故郷である湖南省の農村視察を行った報徳会は、大躍進政策と人民公社化による経済疲弊に直面していたんだ。そのため会議期間中に毛沢東に対して、指針としてこうした政策の問題点を伝え、政策転換を求めたぜ。ごくごく真っ当で常識的な指摘だと思うけど、それがどうかしたの？毛沢東はこれを自らの権力基盤に対する挑戦と受け止め、票を加えた形で会議の参加者に配布して討論の材料としてしまったんだよ。ある意味いい機会だと思ったのかも。そうかもしれないな。さて、当初は他の党幹部から大きな反発は起きなかったようだが、毛沢東が後日の席上で厳しく論難を加えたことで、会議の雰囲気は一変してしまうんだ。毛沢東は報徳会をマルクス主義者ではなく、ただの同伴者だと厳しく批判し、陰謀を企て党の規律を破り、プロレタリア独裁を破壊したと非難したぜ。一気に詰めようって感じがするわね。これには報徳会も大変なことになったと感じたらしい。というのも1936年に、蒋国棟が毛沢東に意見書を送ったことで批判されたのを目撃していたからなんだ。同じような事件があったってこと？そうだな。報徳会はこのままではまずいと思ったんだろう。自分の手紙を撤回するよう要求したぜ。余計なことしちゃったって悔やんでそうだわ。まあ実際には、報徳会が手紙を書かなくても、毛沢東は別の口実を見つけて攻撃しただろうと言われているぜ。つまり毛沢東は報徳会を批判する機会を伺っていたってことなのね。そういうことだな。ちなみに具体的な非難はこんな感じだったらしい。私は延安政府運動であなたと一緒に批判されたが、あなたは不服だった。なぜ今になってロザン会議で意見を出したのか。機会がなかったから今まで出さなかったのか。あなたは私に挑戦状を叩きつけた。20日間も批判を続けてまだ何を求めるのか。報徳会は立ち上がり公開したぜ。延安で私はあなたを20日間批判したが、それでも足りないのか。まさにバチバチね。また、会議では林彪や厚生、陳白達らが次々と報徳会の加工暴露し出すんだ。急に勝ち馬に乗り出す奴ら。だが基本的に報徳会の仕事ぶりに問題があると指摘しただけで、表面的な批判にとどまっていて、それでは毛沢東は満足しなかったんだ。林彪は報徳会について、英雄主義的で傲慢で人を見下している。部下には息子のように接するが上司には非常に不敬だ。名声を得て死後も名を残したいと考えている。非常に尊大で英雄になりたがっている。毛主席に反対するのが彼のパターンだ。これこそが毛沢東の後継者候補だった劉少奇を恐れさせたと非難したんだ。完全に流れが毛沢東に来てるわ。劉少奇も後継者としての地位が危うくなることを恐れ、報徳会を批判。周恩来は対局を考えて毛沢東を支持し、一方で報徳会を説得したらしい。そして報徳会批判の決議が行われるが、報徳会本人は認めなかったんだ。さすがに認めたら終わりな気もするしねえ。こんな話もある。毛沢東が批判した時、両者は相当汚い罵り言葉で応酬したらしい。報徳会が指針を公開したことに抗議すると、君は公開するなと言わなかったと毛沢東は交わす。報徳会は激怒し、毛沢東が、同志、もう一度話し合おうと声をかけても、報徳会は、もう君と話すことなどあるものか。無駄だと叫び、拳を振り下ろして立ち去ったというぜ。めちゃくちゃヒートアップしてる感じが伝わるわ。また、ロザン会議の終了後に報徳会が、私はあなたの生徒なのですよ。間違ったら直接批判し教えてくれれば良いのに、なぜこんなことをするのですか、と毛沢東をなじると、毛沢東は顔を曇らせて手を振って立ち去ったそうだ。取り付く島もないってやつね。この毛沢東の行動は言ってみれば裏切りのようなものだったが、結果的に報徳会は、国防部長と中央軍事委員会委員の地位を解任されてしまうんだ。この解任は後任の国防部長となった林彪の地位を高めるんだが、それによって文化大革命へ向かうきっかけになったと言われているぜ。なるほど、林彪の地位が上がったことで文革のきっかけになったのね。というか文化大革命自体のそもそもの始まりも、報徳会の解任を案に批判したとされる強撃戯曲作品、海水悲観に対する糾弾だったんだ。じゃあマジで直接のトリガーだわ。そんなわけだから、
報徳会への紅衛兵からの暴行は凄まじかったと言われているぜ。1966年には紅衛兵により生徒から北京に連行され、1967年7月の非党会では7度地面に叩きつけられて、肋骨を2本折られ、後遺症で下半身不随になってしまったんだよ。やばすぎる。その後は毛沢東の妻、江青の監視下に置かれる。要は実質的な監禁だな。報徳会は、病室で全ての窓を新聞紙に覆われたまま、約8年間を過ごしたと言われているぜ。文革の話だと、江青もよく名前が出てくるわ。そうだな。江青については別の動画でも解説しているから、興味がある人は概要欄からチェックしてくれ。了解よ。報徳会に話を戻すと、1974年9月には直腸癌と診断されるんだ。ところが鎮痛剤の注射を拒否され、下血と血便にまみれた状態のままベッドに何日も放置されるなど、扱いは拷問に近いものだったそうだぜ。人道に反するとかいう次元じゃないのよね。そして報徳会は命が尽きる直前に、塞がれた窓を開けて最後に空を一目見せてほしい。そう嘆願したが拒否され、同年11月29日に没したんだ。カルテには、汪泉、四川成都出身、無職と無関係な名前に変更されていて、同じく迫害死に追いやられた劉少奇や東中同様に、病死と公式発表されたんだよ。マジで無茶苦茶な最後だわ。もともとは同志だったのにここまでされちゃうって、これを悲惨と呼ばないでなんと呼ぶって気がするわね。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。辛亥革命によって中国を近代国家へと変えたのは孫文というのは有名だが、今回はそんな彼の妻にして宋家の三姉妹の次女、宋慶齢のお話だ。宋家の三姉妹って聞いたことある気もするわ。宋氏三姉妹と呼ばれることもあるが、次女の宋慶齢は孫文夫人、そして三女の宋美齢は蒋介石夫人と、なかなかに歴史と関わりまくった姉妹だったんだ。どんなヤバい家族？ご存知の通り孫文は中華民国臨時大総統になるが、その没後に宋慶齢は中国共産党に近づき、毛沢東の下で中華人民共和国副主席になっているんだよ。それじゃあ孫文を裏切ったみたいなもんじゃない？ところが彼女は一筋縄ではいかない歴史の荒波に飲まれ、悲惨な末路をたどることになるんだ。それでは行くぜ。さて、中国の近現代史を語る上で、宋家の三姉妹は避けて通れない。正直あまりよく知らないんだけど、長女の宋愛玲は孔子の第75代の孫で三世の王子主、孔祥輝と結婚。次女の宋慶齢は国父と呼ばれた孫文と結婚し、共産党に入党。一方で三女の宋美齢は蒋介石と結婚し、生涯反共を貫いたという三者三様な女性たちだぜ。それは確かにバラバラというか、むしろ相反するような気もするわ。ある意味そうかもな。そしてそんな宋家の三姉妹の中で、宋慶齢は異色の存在とも言えるんだ。どうしてかしら？彼女は両親の意に反して27歳年上の孫文と結婚したんだからな。そんな宋慶齢について妹の宋美齢は公表しているぜ。姉は生まれつき負けず嫌いで、一生の大事で混乱してきた。最終的に国に忠義を尽くさず、民に仁を尽くさず、両親に孝行を尽くさず、夫婦の節を守らず、親戚や友人に義理を尽くさず、大義に資料を尽くさず、天地に敬意を払わず、暴君に還元せず、凶悪な民衆をいぶしなかった。悲しいことだ。最後はみんなに見捨てられて孤独になり、上は両親と先祖を恥ずかしめ、下は災いに見舞われた民を失望させた。なかなかの言われようだけど、どうも仲が悪かったみたいね。政治的な立場も違ってたしな。それでは、まずそんな宋慶齢について誕生から追いかけてみよう。わかったわ。彼女の生まれは1893年1月27日。白化の宋家寿又の名をチャーリー宋とゲイケイチンの次女として、現在の上海市で誕生したんだ。1907年24歳でアメリカに留学して、ジョージア州のウェスレイアン大学に留学して文学学士号を取得し、1913年に帰国しているぜ。ちなみに宋慶齢の外国名はロザモンドだったらしい。アメリカ留学なんて時代的にかなり恵まれてるわね。そうだな。そして1914年からは、父が支援していた孫文の秘書を務めているんだ。そこで出会ったわけね。にしても父親はどういう人？父親は宣教師で、裕福な実業家だったんだ。しかも、北宋の宰相だった韓熙という人物の子孫の血筋らしい。北宋第4代皇帝仁宗、第5代皇帝英宗の頃に宰相を務めた人物だな。なんかすご。さて、宋慶齢は1913年6月に卒業すると8月には東京に到着。1914年末には両親と共に上海に戻り、姉の後を継いで孫文の駐日英国書記官に就任して、そこで孫文と恋に落ちたんだぜ。運命の出会いね。といったところで、孫文についても少しだけ触れておこう。了解よ。中国革命の父孫文は、
中華民国では中国最初の共和制の創始者として、国父と呼ばれた人物だ。ちなみに中国語圏では、日本名の中山木こりを取った孫中山という呼び方が一般的だぜ。日本では聞かない呼び方ね。そんな孫文と孫慶齢の父親は20年来の友人だったが、孫文が27歳年上だったことから父親からは強く反対されたようだな。また、すでに孫文には長年別居していた前妻と子供もいたんだ。そりゃ反対されるわよ。だが、妹の孫美玲に後押しされ上海から日本に向かい、孫文の離婚が成立した後に結婚したとされているぜ。確か女性にだらしなかったとかいう話も聞いたことあるわね。日本にも愛人がいたそうだしな。ともかく孫慶齢は結婚後も秘書として働き続けて、1916年5月に亡命生活を終えると一緒に上海に帰っているんだ。だが孫文は1917年7月に上海を離れ、護法運動に参加するために広州へ向かい、孫慶齢も後を追っているぜ。世話しなくて奥さんも大変。そんな孫慶齢も、1921年の夏には広州で女性組織を立ち上げて、上級遠征兵士道場集会の会長を務め、広西チワン族自治区5州の前線に赴き、兵士たちに哀悼の意を表したり、12月には北伐を支援するために赤十字隊員を率いて桂林へ赴いたりしていたらしい。夫婦揃って行動派すぎる。そんな孫文だが、1925年3月に北京で逝去してしまい、ここから本格的に孫慶齢の政治活動が始まるぜ。いよいよ本題ね。1925年に孫文が亡くなり、1926年1月に孫慶齢が国民党中央執行委員に選出される。孫慶齢としては、共産党だけが孫文の意思を継ぐことができると信じていたんだ。亡き夫の意思を継ぎたかったのね。1927年、蒋介石が設立した南京政府が上海で粛清を始めると、孫慶齢は声明を発表して、革命を指導してきた一部の人々が邪道に迷い込んだと主張したんだ。そんなこと言って大丈夫？要するに、この機会に蒋介石と決別することにしたんだよ。そして、その後は中国を離れてモスクワ経由でヨーロッパへ向かったぜ。中国を出るのね。モスクワ滞在中、孫慶齢はソ連共産党の厚遇を受ける。ところが当時、ソ連が南昌などで共産党の武装蜂起を支援していたことから、南京政府はソ連と断交を決定するんだ。孫慶齢はまずい立場だわ。そうだよな。孫慶齢はモスクワで国民党政府を非難する。ちなみにモスクワでは、同じくコミンテルンのために働くアグネス・スメドレーにも聞き終えたぜ。アグネス・スメドレー。なんとなく聞いたことある名前だわ。アグネス・スメドレーといえば、リヒャルト・ゾルゲや尾崎秀美なんかとも関わりの深い女性だな。さて、1929年春に孫文の墓である中山陵が完成して、南京政府は孫文の国葬を行う。孫慶齢も帰国して葬儀に出席し、同じくスメドレーも国葬の取材に訪れたんだ。さっき出てきたスメドレーさんね。孫慶齢は帰国のタイミングでは再び公然と国民政府を非難して、こんなことを言っているんだ。反革命的な国民党指導者の不誠実な本質が、今ほど無知にも世間に露呈されたことはない。国民革命を裏切った後、彼らは帝国主義の手先に堕落し、対ロシア戦争を引き起こそうとしている。超過激な批判だわ。ところが孫慶齢の発言を支持する人はほとんど出てこなかったんだ。彼女は再び中国を離れてヨーロッパに向かい、1931年に母の葬儀のために帰国するまでその地に留まることになるぜ。理解者は現れなかったのね。そして、おそらく孫慶齢はこの時期から、コミンテルンのための任務を担い始めたと考えられるんだ。というのも、1929年から1931年の帰国までの期間、孫慶齢の足取りには空白がある。そのため、この期間にコミンテルンによる秘密訓練を受けていたという説があるんだぜ。本格的な活動を開始したのね。ああ、ソ連崩壊後に出たコミンテルンの文書の一つには、孫慶齢が早くから入党を要求していただけでなく、1930年代初頭にはすでに共産党にいたことが記されているんだ。この文書は、コミンテルン代表の会談なんだが、その会談の最後の部分では特に、コミンテルン極東局と孫慶齢の関係について触れられているぜ。動かぬ証拠もありますと。そういうことだな。この文書の内容から、孫慶齢は入党しただけでなく、コミンテルンのために秘密工作に従事していたとわかったんだよ。さて、そんなわけで孫慶齢は自身が持っていた特別な地位を利用して、コミンテルンと中国共産党の先兵となる。そして要人を救出したりするだけでなく、国民党の情報を中国共産党に秘密裏に伝えたと考えられているぜ。もろに活動しちゃってるわ。また、中国共産党上海地下党は無線局が当局に抑えられたことで、
戦北の毛沢東と連絡が取れなくなるが、宋慶齢が長額料の発行した特別通行証を見つけ、旅費も提供した上で中国共産党が党建を戦北に派遣することで、上海地下党と戦北の毛沢東との連絡を復活させたんだ。中国共産党としては随分助かったでしょうね。日中戦争が勃発すると宋慶齢は香港に渡り、保英中国同盟を組織して大量の医薬品を集め、中国共産党に提供。1941年に国民党軍による関南事変が起こると、宋慶齢は国民党を非難する電報を打っているんだ。関南事変？1941年に中国安徽省南部で起こった、中国国民党軍と中国共産党軍の武力衝突のことで、7日間の戦闘が起きて2000人以上が犠牲になる事態になったんだよ。宋慶齢はそれを非難したのね。そういうことだな。さて、1945年のサンフランシスコ会議の前、ソ連は中国共産党代表団をサンフランシスコ会議に参加させようとしたが、蒋介石はこれを拒否。そして中国、ソ連、アメリカなどの間で激しい議論が交わされることになるが、ここでも宋慶齢は再び仲介役となっているんだ。またしても裏で動いていたとは。ちなみにサンフランシスコ会議は、国際連合設立に関する国際会議のことだぜ。蒋介石は当時の日記にこう書いているんだ。共産党の卑俗どもは、私が彼らの代表をサンフランシスコ会議に送る可能性がないことを知っている。彼らは間接的に宋慶齢を動かして私に話をつけようとした。これは15年来、慶齢が初めて私に共産党のことを持ちかけたのだ。彼女は普段、私と政治や共産党の話をしたがらないのだから。結局、宋の話し合いが功を奏さなかったので、やむを得ずソ連が表に出て暗に示唆し、共産党をかばう態度で、私に共産党を容認するよう求めてきた。かなり重要な役割だったみたいだわ。ちなみにだが、蒋介石が宋慶齢のことを孫夫人ではなく直接名前で呼んでいることから、蒋介石が彼女のことを非常に嫌っていたことがわかるんだぜ。やっぱり仲悪かったのね。そんなわけで1949年に中華人民共和国が成立するが、コミンテルンと中国共産党の先兵だった宋慶齢は、国家副主席に選ばれるんだ。そんな立場まで上り詰めちゃったのね。ちなみにソ連崩壊後、中国のある大学教授が、宋慶齢に関する機密資料を入手しているんだが、それによると中華人民共和国成立直前、中国共産党はソ連にこう伝えていたそうだ。宋慶齢を中華人民共和国政府の主席に迎えるとな。理由としては、彼女は人民の間で非常に高い威信を持っているということだったぜ。マジなのね。その資料にはさらに、自分の意見では主席は毛沢東がやるのが良いと、会談に参加した任筆次が述べたとあるんだ。周恩来もこの意見を支持したとのことだぜ。結局そっちが採用されたわけね。そうだな。周恩来は、毛沢東が主席をやらなければ人民は納得しないだろうと述べていたんだ。おそらくこうした提案について、中国共産党はソ連の考えを探っていたと思われるんだぜ。なるほどね。ともかくソ連は毛沢東を主席にするという提案には反対せず、宋慶齢は副主席になったんだ。なんとなく違う歴史も見てみたかったわ。さて、中華人民共和国成立後、宋慶齢は一時期だが華やかな日々を送ることになるが、政権が強固になるにつれて彼女の役割は低下していったんだ。そうなの？ああ、1957年に毛沢東が反右派闘争を始めると、宋慶齢は再び手紙を書いて意見を表明する。私はこの運動が理解できない。2ヶ月考えたがまだわからない。これほど多くの党内外の人々が共産党と人民政府に反対し、共産党を倒そうとしているとは。本当に大丈夫？もちろん毛沢東は、これを我々と彼女とでは階級が違うと批判する。そして1959年の全国人民代表大会で、宋慶齢を国家副主席に選出するのに反対票を投じる事態となったんだ。あらら。さらに1960年代になると文化大革命が勃発。宋慶齢は毛沢東と中央委員会に7通の手紙を書き、反対の立場を表明したぜ。一夜にして天が崩れ落ちた。私と一緒に働いていた同僚たちが皆修正主義者、反党集団、野心家、妖怪変人に変わってしまった。中央は私に優勝旗を批判するよう求めるが、私にはできない。優勝旗主席は党中央で30年から40年働いてきた。今さら裏切り者だの内部スパイだのと言われても信じられない。裏切り者や内部スパイが7年間も国家主席を務めていたというのか、未だに憲法は有効なのか、どうして勝手に人を捕まえたり、戦ったり死に追いやったりできるのか。めちゃくちゃ強烈な批判だわ。それも孫文の奥さんって立場ゆえだったのかしら。それはあっただろうな。また、輪をかけて宋慶齢の心を痛めたのは、上海にある両親の墓が掘り返されたことだったんだ。ええ？隙
き勝手とかいうレベルじゃないわよ。だが、この時すでに最高権力を掌握していた毛沢東は、もはや宋慶齢の批判を容認する気はなくて、周恩来にこう話している。彼女が変化を受け入れたくないのなら、台湾海峡の向こう側に行ってもいい。香港に行ってもいいし外国に行ってもいい。私は引き止めない。果たして無事に逃がしてもらえるものかしら。ともかくこれ以降、宋慶齢はできるだけ公の場に姿を現さないようになったんだ。それにしても天下の毛沢東にここまではっきり意見できるのなんて、当時は彼女だけだったんじゃないかしら。そうかもしれないな。ちなみに文化大革命については別の動画で解説したから、気になる人は概要欄からチェックしてくれ。わかったわ。さて、文化大革命の嵐がようやく過ぎ去った頃、宋慶齢は中国共産党中央委員会に長い手紙を書き、建国以来の誤りを激しく非難し、強い不満を表明したんだ。特に文化大革命中の愚行を指摘したようだな。しかしとことん言うわね。だが、1981年5月に慢性リンパ性白血病により危篤状態となってしまう。なんかいきなりじゃない？いや、もう80代でかなりの高齢だったからな。もう先が長くないと思われたのか。中国共産党中央政治局は宋慶齢を共産党の正式党員に承認し、中華人民共和国名誉主席の称号を授与したぜ。正式党員ってことは、それまでは違ったわけ？そのようだな。この入党は、宋慶齢から家族に親しく便宜を受けた優勝期未亡人の王光美が、かつて宋慶齢が優勝期を通じて入党申請を出しながら叶わなかったことを思い出し、恩返しとして雇用法に伝えて実現したということだ。入りたかったけど入れなかったのね。結局その月のうち、5月29日に宋慶齢は88歳で没しているぜ。ちなみに中国共産党史の専門家によれば、中国共産党が自分を正式党員にすると聞いたとき、宋慶齢は微笑みながらこう言ったという。無理強いはやめましょう。31年間、私の心は冷え切ってしまった。人生の旅路も終わりに近づいている。どんな思いでいたのかは想像するしかないわね。そうだよな。そして宋慶齢が残した遺言の一つは、どうか私を国父と一緒にしないでください。私にはその資格がありませんだったそうだ。資格がないってどういうこと？宋慶齢は妻子ある秘書と同居して、後に秘密裏に結婚していたという噂があって、そのせいだとも言われているんだぜ。そんな事情があったとは。ともかく夫の孫文だけじゃなくて、宋慶齢の方もとんでもなく波乱の生涯だったのは間違いなさそうね。ちなみに孫文といえば辛亥革命が有名だが、これについての動画もあるから、興味があれば概要欄からチェックしてみてくれ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は毛沢東を批判した女性と、毛沢東の甥の話をしよう。建国の父を批判なんてしたらろくな未来が待ってなさそうね。それでも信念を貫いたんだぜ。毛沢東の甥の方はおじさんに強要されてやりたい放題だったんだ。親の七光ならぬ、おじの七光ってことかしら。ああ。だが、散々暴走した結果、毛沢東がこの世を去った後でしっぺ返しのように悲惨な末路をたどるんだぜ。どんな末路か気になるわ。じゃあ早速見ていこう。毛沢東によって提起された文化大革命真っただ中の1968年、中国共産党遼寧省委員会宣伝部の幹部だった張志新は、同様に毛沢東に対する不満を漏らしていたんだ。それって割とまずくない？その通りだぜ。毛沢東批判を密告された彼女は逮捕されて取り調べを受けることになったんだ。密告した同僚も恐ろしいわ。実は逮捕される少し前に張志新は遺書を書いて自ら命を絶とうとしているぜ。だが、直前に発見されて厳重監視となってしまったんだ。密告されることを想定していたってこと？その可能性はあるな。ちなみに彼女は結婚していたんだが、毛沢東批判は自分の意見で、夫とは無関係だと主張し彼とは離婚するつもりだったらしい。それって、旦那さんを守るためじゃないかしら。おそらくな。逮捕された後は家族や親族との面会は拒絶され、世間とは隔絶されることになったんだ。家族って子供とかもいたの？二人の子供がいたぜ。張志新と同時に監視処分となっていた夫は、都市部から農村に戸籍が移されたんだ。二人の子供を連れて故郷を離れた後、夫は子供が成人するまで育て上げたんだよ。彼と二人の子供が故郷に戻ることが許されたのは、文化大革命が終わってから2年後のことだったぜ。かなり苦労したでしょうね。奥さんのことは恨んでなかったのかしら？恨んでなかったと思うぞ。それどころか家族を巻き込みたくないという妻の意思を汲んで離婚届を書いているんだ。本当は離れたくなかったでしょうね。ああ、それを示すエピソードがあるぜ。張志新が投獄されてしばらく経ったある日、裁判所の役人が彼女の家族の元を訪ねてきたんだ。
その役人は彼女の二人の子供に学習会があるから参加するようにと通告したらしい。学習会って何なの？犯罪者の家族が受けるものなんだが、何をやらかしたのか、何が罪なのかを説教して、私はそんな家族のようにはなりませんって誓わせるんだぜ。何それ、そんなのやる必要ないでしょ。性格悪すぎるわ。教師真の長女の記憶によると、学習会はまず、孟子5、6の一部分が読み上げられるところから始まったんだ。階級闘争とか、一切の反革命を断固鎮圧するとか、そんな感じの言葉があったらしい。よく覚えていない時点で教育失敗じゃない。その後は母親の教師真の話になって、まず、君は監獄で母が何を話したか知っているか、って聞かれたそうだ。面会もできないし、何の情報も伝わってこないから知るわけがないんだぜ。わかってて質問したのなら本当に性格悪すぎる。その後学習会の担当の人が大声で、君の母は極めて反動だ。頑固一徹だ。偉大な毛主席に反対している。負けを知らない毛沢東思想に反対している。罪に罪を重ねたので、政府は現在家計を考慮中だ。もし極刑になったら君はどうするか？と質問したらしい。子供にそんな質問する必要ある？この時教師真の子供たちは一切の涙を見せなかったんだ。涙を流したら家族としての認識があるとみなされて罰を受けてしまうかもしれなかったんだぜ。だから教師真の夫は、子供たちに質問に答えられなくてもいいから、涙だけは流さず背筋を伸ばしていなさいと伝えたんだ。よく言いつけを守れたわね。その後も同じような質問が繰り返されたが、夫が子供たちに代わって、どんな状況になろうと、すべて政府にお任せします。極刑になっても、遺品などは何もいりません、と答えたんだ。完全な決別を示したってことかしら。その他の思想についての質問には、子供たちが学校で習っていることをそのまま答えて学習会は何事もなく終了したぜ。その夜、教師真の夫は子供たちが寝静まったのを確認すると、ゆっくりと立ち上がって小さな箱から何かを取り出したんだ。何かって何？妻の写真だぜ。その写真をじっと見つめていた彼の顔には涙が浮かんでいたらしい。ダメだ、私まで泣いちゃいそう。実はその一部始終を長女が見ていて、そこから抜け出して父の首にしがみつくと大声で泣き出したんだぜ。教師真の夫は涙をこらえながら、泣いてはダメだよ。もし近所に聞こえたらどうするんだ、と言ったそうだ。お父さんが一番泣きたいでしょうに。その後、長男も目を覚まし三人は抱き合って、できるだけ大きな声が出ないように気を使いながら夜通し泣き続けたんだぜ。ちなみにこの時長女は18歳くらい、長男は10歳にもなってなかったんだ。こんなのあんまりだわ。それから教師真の方も家族に向けて手紙を書いているぜ。手紙というよりは決別書みたいなものだがな。そこにはまず、子供たちを頼みますという旨と、母親らしいことが何もできなかったことへの謝罪が記されていたんだ。書いてる時相当辛かったでしょうね。手紙にはその他にも色々書かれていたぜ。私のことは全て忘れて新しい生活を選んでください。家族のためにと貯めてきた貯金があるので両親が病気の時にでも使ってください。それが私の唯一の親孝行になればと思っていますが、このことは決して親には言わないでください。また泣きそうだわ。そして夫に向けても、お体を大事にしてください。自分を大事にしてください、と書かれていたんだ。なんとなく自分の運命は悟っているのね。だが、この手紙が彼女の家族の元に届いたのは手紙が書かれてから10年後だったんだぜ。長女は家族全員でその手紙を見た時に涙が止まらなかったと語っていたんだ。そりゃそうよ。でもできればリアルタイムで届いてほしかったわ。決別の手紙からもわかるように教師真の意思は相当固かったんだ。取り調べでは、真理を間違いだということは私にはできないし、幸福もできない。人は正々堂々と生きなければならない。卑屈になってはいけない、と批判の撤回を拒否。その結果、極刑の判決を受けているぜ。信念を曲げるくらいなら命を捨てるって感じかっこいいわね。だが、この極刑の判決は一度取り消されて彼女は無期懲役になったんだ。理由は定かではないが見せしめのためだと言われているぜ。毛沢東を批判するとこうなるぞってことかしら。ああ、彼女はその後強制労働施設に送られたんだが獄中では壮絶な仕打ちを受けていたらしい。暴行はもちろんのこと、毒物を注射されることもあったそうだ。それでも自分は無罪だと主張し、毛沢東は間違いを犯していると訴え続けたんだぜ。強い意志を持っていた教師真だが、壮絶な拷問の末に精神に異常をきたしてしまったんだ。相当えげつない仕打ちを受けたのね。教師真の投獄から6年ほどが経った1975年、中国遼寧省委員会常務委員会は会議を開き、教師真の事件を再審理。
この会議に出席した17人の中に、毛沢東の甥である、毛遠心がいたんだぜ。出た、叔父の七光くん。彼は夜の会議で、張志新は無期懲役の判決を受けてもなお反動的だ。一日生かせば一日反革命をやる。処刑すれば済むことだ、と発言したらしい。命を奪って口を封じるのが手っ取り早いと思ってるのやばすぎる。結局、この会議の決定に基づいて張志新は極刑となってしまったんだ。ちなみに、彼女が精神異常であるかは一切の議論にならなかったそうだぜ。会議をする前からほぼ結論出てたんでしょ。おそらくな。後に毛遠心は、処刑しろと言ったことは認めない、と発言したが、彼女の命が奪われた責任は自分にもあるということを示しているぜ。言った言ってないの水かけ論は時間の無駄だわ。会議での決定から2ヶ月後に刑が執行されたんだが、張志新は刑場に連れてこられてもなお反革命的な発言を繰り返したんだ。執行直前、彼女は看守らによって喉を裂かれて声を奪われたらしい。残酷すぎるわね。彼女への刑が執行されてから4年が経った1979年の春、この事件が無実であることが判明して世間を震撼させたんだ。冤罪ってこと？ああ、政府は当時の張志新の意見と分析は正しく先進的な意見だったと認めたんだよ。加えて、本来は有罪ではなかった彼女の不幸は、あってはならないことだと表明したぜ。当時の政府にその冷静さが欲しかったわ。この事件は、張志新冤罪事件、とされたんだが、その主犯格の一人が毛沢東の甥である毛遠心なんだ。叔父の七光くんはどんな人だったの？現在の新疆ウイグル自治区ウルムチ市にあたる場所で、毛沢東の弟である毛沢民とその第三の妻との間に生まれたんだ。この時から七光だったのかしら？いや、実は幼少期は割と壮絶な人生を送っていたんだぜ。彼が生まれた当時は共産党と対立する国民党が反共主義に非常に積極的だったんだ。それの何がまずいの？ある日突然、新疆の総督を務めていた男が、共産党との統一戦線協定を破棄して反共産主義へと寝返ったんだよ。そして、新疆で活動する多くの共産党員を逮捕して投獄したんだぜ。もしかしてその中に毛遠心さんの親がいたとか？親どころか毛遠心も一緒に逮捕されているんだ。この時まだ1歳とかだから、何が起こっているのかわからなかっただろうな。さらに、2歳の時には父の毛沢民は処刑されてしまうんだぜ。想像してたよりはるかに壮絶だったわ。その後監禁されていた毛遠心を含む131人が無事に釈放されたんだ。この頃に初めて毛沢東と会っているんだぜ。ちなみに毛沢東からは、お豆ちゃんって呼ばれていたらしい。えらく可愛いあだ名ね。それから毛遠心は北京で育ち、高校3年生の時に中国共産党の予備党員となっているんだ。エリートだったのかしら？一応、当時秀才が集まっていたハルビン軍事皇帝学院へ推薦されているぜ。ただこの推薦については毛沢東に、自分の実力ではない、と言われたらしいから。おそらく七光パターンだな。おじさん結構辛辣だわ。お気に入りの甥に対して葉っぱをかけたんだと思うぞ。実際、この発言を受けた毛遠心はハルビン軍事皇帝学院へ入らずに、自力で大学に合格して一期だけ通った後に満を持して転入しているんだ。思惑通りだったのね。その後、毛遠心は軍事学院を繰り上げ卒業し、北京へ戻って共産党軍に入隊。異例の若さで参謀に任命されているぜ。おじさんもさぞにっこりでしょ。いや、毛沢東はこの抜擢に異を唱えているんだ。相当なお気に入りだったから大事に育てたかったんだと思う。一兵卒として経験を積むべきだ、と抜擢に反対して、毛遠心は別部隊に転属となったぜ。めちゃくちゃ干渉してくるわね。発言力が強すぎるから誰も逆らえないわ。彼が軍に入ってから1年後に文化大革命が始まるんだ。抜け目のない性格だった彼は、毛沢東夫人で叔母にあたる皇帝のご機嫌を取りつつ、軍の中でトントン拍子に出世していったんだぜ。なんで叔母さんのご機嫌取りが大事なの？文化大革命を主導した人物だからな。中国共産党内ではかなりの影響力を持っていたらしい。後世については概要欄の動画で解説しているからチェックしてくれ。わかったわ。出世コースに乗った毛遠心は、遼寧省の革命委員会副主任などの要職を歴任したんだ。その時に起こったのが張志新の冤罪事件だぜ。だから会議に参加していたのね。そういうことだ。ちなみに当時のメディアでは報道されなかったんだが、毛遠心が直接的に関わったとされる事件がもう一つあるんだぜ。何をやらかしたのよ。大連の物理化学研究所に勤務していた小高岩という男が、突然逮捕されたんだ。彼はアメリカ留学も経験していて、専門分野の研究成果は中国にとってもかなり重要なものだったらしい。
なんでそんな重要人物が逮捕されるのかしら？文化大革命の排除運動の一環だな。お金をたくさん持っている人や資本主義と関わりがあるとされた人は、反逆者、悪人、右翼、スパイ、裏切り者とされて粛清の対象となったんだぜ。文化大革命がどれだけ狂気だったかは概要欄の動画でチェックしてくれ。了解したわ。それで症候癌さんが対象になったのはアメリカに留学していたから？ああ、他にも理由はあると思うが、とにかく彼は逮捕され、財産を没収され牛小屋に閉じ込められ果てしない尋問を受けたんだ。執拗な拷問に耐えかねた症候癌は、ついに睡眠薬を飲んで自ら命を絶ってしまったぜ。全てを奪われた上で拷問とか耐えられるわけないわ。その日の午後に彼の妻が連行されて夫の件を告げられたんだ。妻は涙を流さずにその場を去り2日間の休暇を申請して帰宅。その後、自宅で娘と一緒にベッドの上で息絶えているのが発見されたぜ。この時娘をしっかりと抱きしめていたらしい。何にも悪くないのに突然旦那さんが捕まって命を落としたら、そりゃ心が持たないわね。何よりこういう事件がしばらく隠蔽されていたのが怖すぎる。まあ、共産党にとってマイナスなものは排除されているだろうからな。他にも明るみになっていない事件があると思うぞ。これらの事件の後、毛遠新は党中央代表団副団長を経て、毛沢東弁公室主任となっているぜ。最後のはどういう役職なの？毛沢東と党最高首脳らとの連絡役だな。毛沢東に代わって政治局会議などに出席して、会議の内容を伝達したり彼の意見を代弁したりするんだ。なんで自分で出席しないのよ。病気だったんだぜ。毛沢東がこの世を去る1年ほど前の出来事だからな。ちなみに毛沢東は自分がこの世を去ってから1年以内にクーデターが起きると考えていたらしい。だから基本的に誰も信用していなくて明確に後継者も伝えずに遺言も残さなかったそうだ。そりゃ中国にとって良くも悪くもこれだけ大きな存在がいなくなったら、事態は大きく動くでしょうね。実際、毛沢東がこの世を去った1ヶ月後に、高生や毛遠新たちは逮捕されているからな。その後の裁判で懲役17年の判決を受けているぜ。あんだけやりたい放題だったのに一瞬で形勢が逆転してるじゃない。だが、3年後には病気治療のために保釈。刑期の満了までは静かに過ごしたようだが、満了後は毛沢東にもらった理事の名で、上海の研究所で働くことになったんだ。報復とかは受けていないの？特にそんな事件はなかったようだぞ。それからは上海市の新居に引っ越して仕事を退職した後は年金生活だぜ。さらに劣属待遇を受けたんだ。どういう待遇なのかしら？殉死者の遺族が受けられる待遇なんだが、年金基準が10倍になったり、社会保障や特別な給付金がもらえたりするらしい。優遇しすぎでしょ。近年では毛沢東主席逝去41周年活動や、毛沢東生誕130周年活動に家族らと共に参加し、喧嘩しているぜ。なんか余生を満喫してる感じね。張志新さんとか、症候癌さん一家のことなんてもう忘れてそうだわ。現代のいじめ問題でも同じようなことがあるけど、やった側は割と簡単に忘れるんだよな。だからこそこういう事件を風化させないことが大事なんだぜ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は中国全土が狂気に包まれた悪夢の政策、文化大革命、略して、文革、を紹介していくぜ。それって何なの？これは1960年代後半の中国で行われた、大規模な改革政策なんだ。打ち出したのは、政治家で、建国の父、と名高い毛沢東だな。ところが、毛沢東の意図を超えた大規模な迫害や虐殺を引き起こし、その後の中国の発展を妨げたと言われているんだよ。そこまで古典版に言われるなんて、何が起きたっていうの？それじゃ早速解説していこう。そもそも毛沢東さんはなんでまたそんな改革をやろうと思ったの？それじゃあ、そこに至る経緯を説明しよう。毛沢東といえば、中国では言わずと知れた建国の英雄だ。歴史の授業を覚えてる人もいると思うけど、中国国民党と中国共産党の国境内戦に勝利して、1949年に中華人民共和国の建国を宣言したんだぜ。そして、その後も長いこと国家主席として政治の実権を握ったんだ。とにかく伝説級に偉い人ってわけね。まあそんな感じだな。彼がトップになってからの政策は、基本的には共産主義の推進だった。富裕層をとことん悪者にして財産を没収したり、処刑や粛清までやってのけたぞ。1950年には反革命分子鎮圧運動を行って、共産党への反逆者を粛清したんだけど、その時には240万人を処刑、127万人を逮捕したぜ。うわぁ、かなり徹底してるわね。彼は自分の権力を盤石にするために、時にはかなり過激な政策をぶち上げることがあった。
その中の一つが1950年代後半から数年にわたる一連の政策、いわゆる、大躍進政策、だ。しかし、かなり過激なこの政策は大ごけしてしまう。そしてそのことが、文革の布石となるんだよ。大躍進政策っていうのはどんな政策だったの？それについてはすでに動画があるから、詳しくは概要欄を見てくれ。ともかくこの失敗によって、毛沢東は主席の座を下ろされることになったんだ。でも、それで終わりじゃなかったのよね？もちろんだ。彼の後に実権を握ったのが劉少奇や鄧小平で、政策を転換して経済の立て直しを図ったぜ。特に劉少奇は大躍進政策のことを、三部の天才、七部の人才、と呼んで、明確な毛沢東批判をかましたんだ。七部の人才って、かなりきつい言い方ね。一方その頃、毛沢東は国内各地の主要都市をめぐって学生や農民や軍隊などを次々と味方につけ、権力を奪い返す準備を着々としていたんだよ。全く諦めてなかったわ。そして、彼がついに復活の狼煙を上げたのが文革だったんだ。まずは、さっき名前が出た劉少奇と鄧小平を、創始派、と名指して大批判した。これは、資本主義の道へ進む実験派、を意味するぜ。簡単に言えば、共産主義の敵、ってことだな。うわぁ、一気に反撃を仕掛けるつもりね。ああ、こうやって常に敵を名指しして人々を一致団結させるのが、彼の権力掌握のやり方だったんだ。確かに、建国の英雄がこれをやればかなりの説得力があるわね。それでどういうことをしたの？文革にはいろいろな側面があるんだが、政治的な面では、創始派の政治家たちが攻撃された。まず劉少奇は自宅が襲撃され、そのまま軟禁されてしまうんだ。しかも一切の自由を奪われ、入浴すら許されずにそのまま死亡してしまったんだぜ。そんなあっさり命を奪うなんて、毛沢東的には、自分を、七部の人才、呼ばわりしたのが許せなかったのかもしれないな。それにしてもやりすぎでしょ。一方、鄧小平の方も公職を追放されて、強制的に農場で労働するよう命じられたんだよ。あっという間に権力関係がひっくり返っちゃったわ。それで文革はおしまい？いやいや、こんなのはまだまだ序の口だぜ。文化的な面でも文革は猛威を振るったんだ。そこで掲げられたのが橋球、という有名なスローガンだな。これは、四つの古いものを破壊せよ、ってこと。つまり思想、文化、風俗、習慣の四つだ。ほえー。でもそれって全部中国の長い歴史が育ててきたものじゃないの？もちろんそうだぜ。だからこそ毛沢東は破壊を命じたわけだ。すべては共産主義のためにな。とにかく共産主義が第一なのね。それで具体的には何をしたの？例えば文化財を破壊したり、道路や病院の名前を革命っぽく改変したりした。あとは音楽とか芸術も迫害したぞ。その結果、中国共産党のプロパガンダに沿った作品しかできなくなってしまったぜ。若干のアホらしさは否めないわね。そして、重要なのが、紅衛兵、の存在だ。紅衛兵は毛沢東の思想に浸水した若者たちで構成される集団で、ある意味文革の象徴と言えるな。彼らは北京を中心に、中国全土で毛沢東の復権のために暴れ回ったんだよ。後で出てくるような虐殺行為もそうだが、他にも色々な意味で中国をぶっ壊したのがこの紅衛兵たちだぜ。毛沢東ってそこまで崇拝されてたのね。彼の神格化は凄まじいぞ。例えばある時、彼が北京の工場にマンゴーを配ったことがあった。ある工場ではなんとそのマンゴーを祭壇に捧げて、毎日一礼していたらしい。そして祭壇のマンゴーが腐ってくるとそれを茹でて、茹で汁を従業員全員でうやうやしくいただいたんだ。最後には、わざわざ祭壇にマンゴーのレプリカを飾ったらしいぜ。神様か何かだと思ってんの？まさかそこまでとは、完全に神扱いだよな。そんな彼の言葉に従った紅衛兵たちが、中国各地で血の雨を降らせることになるんだよ。なんだか嫌な予感しかしないわ。さて、文革を象徴する残酷な事件を二つ取り上げよう。まず一つ目は、赤い8月、だ。赤い8月？何それ？これは文革中の1966年8月のことだな。具体的には、北京で起きた一連の虐殺のことを指すんだ。虐殺とは穏やかじゃないわね。どういうことか教えてもらえる？ああ。この月に北京では、たくさんの学校教師が紅衛兵によって命を奪われたんだよ。公式発表によると、犠牲者は1772人にも及ぶぞ。さらに 33,695 個の家屋から資産が略奪され、その結果、85,196 世帯の家族が北京を離れざるを得なくなったぜ。例によって公式発表に惑わされずに実際の死者数を推測すると、1万人以上と言われているんだ。いやいや公式と差がありすぎるでしょ。しかも1万人って、腐っても一国の人なのに、そんなえげつない事件が起きるとはね。そうだよな。北京の人々にとっては、
今でも8月といえばこの赤い8月が思い浮かぶほど衝撃的だったみたいだぞ。そりゃそうなるわよ。でも学校の先生が狙われたって、なんでまたそんなことになっちゃったの？この大規模で残虐極まりない出来事の発端は、毛沢東が掲げたスローガン、ハシキューだ。古いものをぶっ壊せ、ってやつね。それに従って教師たちをやっちゃったってこと？もっと詳しい経緯を教えてくれない？ああ、いいぜ。文革の始まりは1966年5月。これは毛沢東がハシキューを提唱した月だな。そして運命の8月。北京師範大学附属実験高校の副校長ベンチュウンが、紅衛兵に殴打されて死亡する。彼女が文革での、教師として初めての死者だったんだ。副校長を殴打って倫理観とかの問題じゃないわ。単なる狂気よ狂気。師範閣は、宋彬彬という17歳の学生が率いる紅衛兵の一団だった。彼女は自ら棍棒を持ち、犠牲者の頭部を含む全身を滅多打ちにして命を奪ったぜ。棍棒で頭を滅多打ちって殺意満々ね。この放棄を受けた毛沢東は、100万人の紅衛兵たちの前で宋彬彬と会談した。この会談によって、実質的に彼らの行動は毛沢東にお墨付きを与えられたことになったぞ。とんでもなくヤバい状況な気がするけど、お察しの通り、こうなったら紅衛兵の勢いは止まらない。建国の英雄の後ろ盾を得た彼らは、北京市内で大規模な虐殺を始めたんだぜ。どこか未開の孤島とかじゃなくて、大都市北京で起こったのが一番の恐怖だわ。虐殺行為に使われた方法は殴打や鞭打ちや絞殺、踏みつけにかまゆでに斬首と残虐すぎるものだった。ちょっと、ブレーキが壊れちゃってるわ。特に乳児や子供を地面に叩きつけたり真っ二つに切断したりと、常軌を逸した残酷さだったんだ。この事件では老者など多くの有名作家も、吊るし上げを受けたり死に追いやられたぞ。勢いづいた若者は手がつけられないって言うけど、ここまでのは聞いたことがないわね。毛沢東もさすがに焦ったんじゃない？いや、逆に政府の介入に反対したんだ。さらに公安部も、紅衛兵を逮捕せず逆に保護するよう命令したらしい。いやいや、一体どうなってるのよ。しかも虐殺は都市だけにとどまらず、北京の農村地帯にも影響した。その一つが大広大虐殺で、北京の大広区で5日間に325人の殺害があったぜ。犠牲者の最年長は80歳、最年少はたった生後38日の赤ん坊だったそうだ。最後には、22世帯もの家族が全滅してしまうほどの惨劇だったぞ。全滅って、すでに目的を見失ってない？さらにこの動きは国内各地の都市へも波及し、上海や広州、南京といった都市でも扇動された学生たちが虐殺を行った。狙われたのは政治指導者や知識人や教師、そして国語類、と分類される人たちだな。国語類って聞いたことないわね。これは地主と富農、反革命分子と破壊分子、そして右派の5つを指す。当時これらの人々は、共産党組織の加入や就職、入隊の時に差別されてきたんだ。その人たちが標的にされたってわけか。なんか非人道的すぎて何も言えないわ。さて、もう一つの事件は広西虐殺だ。これは、文革中に広西チワン族自治区で発生した市民の大規模な虐殺、そして食人行為を指す。食人？そんな野蛮なことが20世紀に起こったっていうの？公式発表による死者数は10万人から15万人。極秘資料によれば、食人行為の犠牲者は少なくとも137人は存在するらしい。ある研究者の調査では421人という話もあるな。そして、食人に参加したのは数千人とのことだぜ。何が何だかわからないけど、とにかく人間が数百人も食べられたってことなのね。さて、経緯を話していくとしよう。広西チワン族自治区の軍隊や民間人の中に、当時二つの派閥があった。そのうちの一つが、422、という組織で、広州軍区長のある人物が彼らを、反動組織、と呼び、弾圧を指示したんだ。それをきっかけに虐殺が地方から都市部へ広がり、結果的にとんでもない事態になったわけだよ。これまた思想の違いが理由だったのね。食人については後で触れるけど、虐殺の方法だけでもかなり野蛮なものが多い。一例を挙げると生き埋めや溺死、釜茹でに腹裂き、さらには心臓や肝臓をえぐり出して肉を削いだり、挙句の果てには背中にダイナマイトをつけて爆殺された人までいたと言われるぜ。えぐすぎる、いつも思うけど、なんで人間ってこういう時に創造性を発揮するの？思いつく限りのやり方を試したいっていう、謎の欲望を感じるわ。人類の業はあまりに深いようだな。さて、こうして人々はどんどんエスカレートし、ついには禁忌である食人に手を出したわけだ。ひえー。背筋が寒くなるわ。聞きたくないけど怖いもの見たさもあるわね。いくつか具体例を紹介しよう。ただしヤバめの表現が多発するから、苦手な人は気をつけてくれよ。上司県では公開殺人大会が開かれて、幹部会で糾弾された12人が命を奪われた。
そのうち一部の死者は腹から肝臓を取り出され、食堂で煮て食べられたんだ。普通に食べ出すのやめてもらえる？また武仙県ではある男が町を引きずられ、重傷で殴られて刃渡り15センチの刀で腹を裂かれ、心臓と肝臓を取り出された。するとそこへヤジウマが群がり、その肉を切り取って奪い合ったんだ。ある人は太もも、またある人は生殖器を切り落として職場の仲間のところに持っていき、煮物にして一緒に食べてしまったんだぜ。群がるのが怖い、ゾンビ映画か何かなの？また、湖北県ではある男が殴打され死亡。彼には11歳と14歳の二人の子供がいたんだが、反革命思想根絶のため、人々はこの二人も泣き物にしてまとめて食べてしまったんだよ。血も涙もなさすぎる、もうカラッカラよ。たまたま武仙県を通りかかったある農民は、太った体型だったせいで民兵に捕まり命を奪われた。彼の肉は20人に配られ、さらには心臓と肝臓が取り出されたんだ。その人ちょっと不幸すぎない？立ち寄った村で食われるってホラー映画も真っ青ね。また、厚生地区の農村では父親や夫の命を奪い、その妻や娘を養殖する事件が多発したらしい。湖北県である男が命を奪われた時には、17歳に満たない彼の娘を何人かで養殖して殴り殺し、肝臓と乳房、そして陰部を切り取ったそうだぜ。どうも革命思想とか政治目的というよりは、地主や富裕層の財産とか、奥さんや娘を奪うっていう下劣な動機のものも少なくなかったようだな。とんでもないゲスがいたもんだわ。とまあこんな感じで、広西チワン族自治区に食人の嵐が吹き荒れた。この他にも内モンゴル自治区で発生したモンゴル人大量虐殺や、新疆ウイグル自治区の大弾圧も記録されているぞ。どれも、それだけで一冊の本が書けるぐらいの大事件と言えるんだぜ。どれだけ非人道的なことがあったかと思うと、気が遠くなるわね。それで文革はいつまで続いたの？一応、1977年までとされているぞ。へえ。にしても、それだけの事件がどうやって終わったのか気になるわね。では最後にその辺を説明していこう。実は暴走する紅衛兵たちは、文革が続くにつれて内部から崩壊していったんだ。具体的には、組織の中で派閥が生まれて権力の奪い合いが始まった。そしてそれがエスカレートしていき、ついに毛沢東ですら制御不能になってしまったんだよ。勢いがすごかっただけに、腐るのも早かったわね。なんと彼らは最終的に中南海や紫禁城、そして核兵器施設への侵入まで試みた。しかも、毛沢東の護衛部隊と武力衝突を起こすほどのはちゃめちゃぶりだったんだ。あまりの迷惑さ加減に業を煮やした毛沢東は、最後には人民解放軍に紅衛兵の弾圧を命じたぜ。ええ。彼に心酔する集団じゃなかったの？それが当人の護衛と揉めるって、本末転倒としか思えないわね。さらに、学生たちは、下放、を命じられた。これは徴兵ならぬ徴農のことで、要は強制的に農村で仕事をさせるわけだ。毛沢東は毛沢東で、元は自分の手駒だったのに容赦ないわね。邪魔だった優勝旗や東小兵を失脚させた時点で、当初の目的は達成しているからな。紅衛兵はすでに用済みだったのかもしれないぜ。利用するだけ利用されて農村へ送られるって、さすがにかわいそうな気もするわね。その後、毛沢東が病気で倒れると、四人組、と呼ばれる政治家たちが幅を利かせるようになる。これは別名、文革四人組、とも呼ばれる構成、長春教、楊文元、王光文のことを指すんだよ。文革を利用して反対派を徹底的に弾圧した奴らだな。やがて毛沢東が死去すると、その後を継いだ華国鋒によって全員が逮捕され、それぞれ死刑や終身刑に処されてしまったんだ。四人組、なんとなくだけどこもの考えぐいわね。そこはノーコメントだ。とにかく彼らの失脚で、文革の終結が正式に宣言された。こうして、10年にもわたって中国全土を狂気と混乱に陥れた文化大革命が幕を閉じたんだぜ。それにしても10年ってとてつもなく長かったのね。毛沢東もせっかく英雄扱いされてたのに、こんなやらかしをしたらおしまいだわ。ところが意外にもというべきか、文革が大失敗しても彼の人気は衰えなかった。むしろ今でも崇拝されてると言っていいくらいだ。そうなの。そりゃまたわけがわからないわね。彼の死後、あれほどの絶対的な力を持つ政治家は出てきていない。むしろ似たような政治家が現れるのを恐れて、権力の一極集中が避けられるようになったぐらいだな。ただし、ある男の登場によって少し状況が変わってきたという説もあるぞ。ん？それって誰のこと？それは国家主席と総書記、軍事委員会主席を兼ね、今や名実ともに中国の頂点に立つと言っても過言ではない政治家、習近平のことだぜ。彼は父親が毛沢東によって16年間も拘束され、自身も15歳からの数年間、辛い生活を強いられた過去を持っているんだ。そしてその強大すぎる権力が毛沢東に例えられ、危険死もされている人物なんだよ。ほえー。
若干触れづらいけど、今後の中国をめぐるキーパーソンなのは間違いないわね。さて、今回は毛沢東が引き起こした悪夢の改革、文化大革命について解説したけどどうだった？20世紀の後半にそこまでの大惨事があったとは、にわかには信じられないわね。そうだよな。まああの国のことだから例によって隠された部分も多いだろうけど、どちらにせよえぐい規模の悲劇なのは間違いない。今後、中国がどういう方向へ進むかはわからないが、願わくば同じ惨劇が繰り返されないことを祈るぜ。本当にそうね。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。メンバーシップ始めました。月額190円からで限定動画を見れるぜ。詳しくは説明欄を見てね。